い、こんにちは。昨日変顔練習してたら子供にキモいって言われてしまいました。ちょっと最後に入れてみたいと思います。今日はこれはやったかな、覚えてないんですけど、ブレンディさんのエスプレッソカフェモカチョコレートのリッチなコクの動画、ご一緒にご覧いただきたいと思います。まずそういたしましたら、そうですね、原材料名の方から参りたいと思います。ここですかね。生乳 50% 未満、あとは砂糖ですね、コーヒー、乳製品、デキストリン、チョコレート、チョコレートが入ってるんですね。こちらがカロリーの方になるんですけれども、1本あたり128キロカロリーということです。とは特に特徴書いてませんので、それでは早速お味の方をチェックしてみたいと思います。こちらの方がカフェモカの中身ですね。普通にカフェオーレ的な色合いをしてるんですけれども、ちょっとだけドス黒っぽい感じもいたします。チョコレート入っているからでしょうかですよね。それではお味の方をチェックしてみたいと思います。美味しい。これなんやろ、ココアに近いような感じなんですけれども、チョコと言われればチョコなんですけれども、チョコの風味はするんですが、そこまで甘くない的なテイストです。美味しいです。ちょっともう一回チェックしてみます。あー美味しい。なんて言うんですかね、あ、チョコは感じますね。チョコは感じるんですけれども、最初はそうですね、コーヒー風味で、で口の中に含むとココア的な感じで、それがうまーくコーヒーと噛み合っていて、最後にチョコの風味を感じることができますね。すごく美味しいです。多分飲んだことあるかもわかんないですね、顔なしバージョンで。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。こんな顔やったかなすみません、失礼します。